はい、皆さんこんにちは。レクセン二講師の森山です。今回はですね、東蓮から学習を再開する方の学習法といった形の方で、私の方から1時間ほどお話をさせていただければと思います。今回はこちらの水道橋本校の方からお話をしておりますけれども、 YouTube の配信、それから全国のレックの各本校の方でご覧になっている方も多いかなというふうに思いますね。ちょっと今日は天候の方が不順というか、台風が東京に接近しているということで、お足元が悪い中お越しいただいたという方もいるかというふうに思います。あるいは、まだですね、天候が良くないよという本校の方とか、そういうところで見ている方もいると思いますので、ぜひ、お帰りなんかも気をつけてお帰りいただければというふうに思いますね。それでは、始めていきましょうか。今回レジュメの方がありますので、YouTube で、ライブでご覧になっている方もですね、ちょっとレジュメの方を手に入れていただいて、ぜひ、ご覧になっていただければというふうに思います。で、レックの方でもそうですし、他校の方でもそうですが、インプット講座というものが中上級講座ではよくあって、多くの方がそれを受けて、インプットしていくぞということになりますし、あとは、東蓮ということを中心に学習をしていくという方も多いと思います。で、やはりこの2年目の勉強、3年目の勉強、中上級者の勉強というと、インプットという講座が目立ちますので、一体東蓮を中心に勉強するというのはどういうことなのか、そういうことをですね、知りたいという方もいると思いますから、それを今回お話をしていきたいというふうに思いますね。で、これはもちろんレックの東蓮を受けていただければいいんですが、それ以外、他校の東蓮なんかを申し込んだよという方もいるでしょうし、そういう方についても、東蓮ってそうやって勉強していくんだな、東蓮ってそのような意義があるんだなというふうに理解できると思いますから、そんな形で聞いていただければいいかなというふうに思います。それでは、始めていきましょうか。レジュメの2ページのところを開いてください。まずは、本試験で要求されるものって一体何なんだ、本試験で要求されるものっていうのは一体何なんだということが書いてありますが、もちろん括弧1、法律の基礎知識ということになります。法律の知識、これを皆さんは例えばインプット講座なんかではインプットしていくし、初学の講座なんかではそれを、教えてもらったかと思いますが、それが本試験で聞かれているわけですね。午前の部についても午後の部についても、午前の部、こちらも実体法の理解、記憶、判例、条文知識、こういうものが聞かれているし、午後のなんかではやはりその、手続き法の条文レベル、それから判例、先例、こういうものが出題されているよということになりますから、もちろんそれを知らなければ正解することができないわけです。時効というのはいつから何年かということを知らなければ、当然時効の問題を答えることができないし、この人はどんな権利があるのか、ああいうこと、あるいは登記できるかどうか知らなければ回答することができないんですね。ですから、何においてもまずは本試験で要求される基礎知識、これがですね、頭に入っていて当日出せるような状況にしていかなければいけないんだということになります。で、よくこの基礎知識っていうものは、理解するのか記憶するのか、どっちが中心ですかみたいなことが聞かれますけれども、当然これは記憶、基礎知識を記憶していくこと、理解していたって覚えて当日出せなければ意味がないわけですからね。だからこのあたりも受験生の方はしっかり覚えなきゃいけないんだ。で、覚える目的というのは試験の段階で出せるようにしておかなければいけないんだということをきちんともう一度再認識をするべきだということになります。やはりこのあたりがですね、やはりこうインプット講座なんかでも、あの先生分かりやすいねとか、分かりやすく教えてくれるよっていうことは言うと思うんですよ。でも、それで分かりやすく理解したところで結局記憶して出せるようになっているのかというところをきちんともう一度考えなければいけないわけです。やっぱりいくら理解したところで出してなければ意味がないわけですからね。なんだかんだ言って丸暗記だっていうわけですよ。で、理解っていうのは記憶をするための補助輪に過ぎないわけですね。例えば覚えることがたくさんありますから、それを丸暗記ではつらいよ、じゃあ理由付けをしていきましょうとか、論理を考えていきましょうとか、具体例を考えていきましょうって形でやってるわけですよ。だから、記憶が得意な方は最悪丸暗記だっていいので、記憶をしてしまうとやっぱり早いわけですよね。だからとにかく、理解よりは記憶だっていうことで、それをしっかり当日出せるレベルで基礎知識というものを身につけていく必要があるわけです。で、その下に書いてありますが、もう見なくても言えるように。で、これもインプット講座で勉強している方はどうしてもテキストを頼ってしまいます。ところが、試験当日にテキストは持ち込めないわけですね。だから、そのテキストが見なくても言えるようなレベルで、やはりインプットというのはしておかなければいけないわけです。で、私もいろんなところで言うんですが、試験の問題というのは、雑誌の裏にある間違い探しと一緒だよって話をよくするんです。
あの雑誌の裏に間違い探しってあるの知ってます、まあ、本当にあるかどうか知りませんけれども、まあ、ある雑誌もあるわけですよ。右の絵と左の絵があって違うところが3つありますどこですかみたいな。で別に雑誌の裏じゃなくたってあの、まあ、ファミレスとかで行くと子どものメニューのところに間違い探しがあったりだとか、あとは最近コピーなんかしてるとコンビニで、なんか待ち時間のために間違い探しが出てきたりするコピー機なんかもありますけれども、あれと一緒ですよ間違い探し。右の絵と左の絵で間違ってるところを3箇所選ぶわけです。そうするとあこの女の子帽子かぶってるけどこっち帽子かぶってないとか、あここに桜の花が咲いてるけどこっちチューリップやとか探すわけですよね。じゃあその間違い探しと本試験って何が違うのかっていうと、正しい絵が与えられていないことです。本試験5択の問題、この選択肢の中から3箇所誤りを選んで、その組み合わせを例えば正しいものを選べであれば3箇所誤りを見つけて誤ってない選択肢を組み合わせればいいわけですよね。つまりこれって間違い探しじゃないですか。2個間違ってるところを探しなさい、3個間違ってるところを探しなさい。で正しい絵はどこにあるのかって言ったら横に正しい問題文がないわけです。合格ゾーンであれば裏側に正しい知識がありますからそこと間違いを探せばいいわけですけれども、本試験の会場では誤った問題文しかないわけですね。だから正しい知識を頭の中に入れてそれを引っ張り出せるような状況にしていかなければいけないわけです。時効はこの場合20年だって書いた時に頭の中にそれ10年だよねって引っ張り出せる、あここ間違いだというふうに引っ張り出せるようにしておかなければいけない。だからしっかり基礎知識というものを頭に入れて出せるレベルでやっていく。じゃあそのためにはどうすればいいかっていうと、例えばインプット講座を受けている方もそのインプットのテキスト、あるいは足派の教材でやっている方はインプットの教材、それを閉じて言えるレベルで勉強していくということが普段の勉強では求められているわけです。そうすると次の行に書いてある通りミスディレクションされても誤りに気づくことができる。で本試験では皆さんが不正解になるように、まあもちろん合格する方と不合格の方を分けなければいけませんから、もうかなり引っ掛けというか誘導してきます。例えば露骨な問題ではこうこうこうなのでって理由書いてくるわけですよ、でっち上げの理由を。そうするとそうだななんていうふうに思っちゃうわけですね。だからそういう問題でも引っかからないように、例えば、この場合にはできないっていうわけわかんない要件つけてくるわけです。そうすると皆さんはあそういう要件聞いたことないからこれできないかもしれないなんていうふうに思っちゃうわけですね。でもそういう問題に引っかからないようにするためには正確な知識を頭の中に入れて見なくてもわかるようにしていく。そうすると例えばそれっていうのはいつでもできるよって頭の中に入っていればいついつの場合にはできない、何々が文句言った後はできないみたいな選択肢はじゃあいつでもできるっていう知識があれば罰がつけられるわけですよ。そんな形でもうそういうふうに出題者っていうのはもう皆さんを誤りの方に導くのが本当得意です。例えば不動産登記ではもう知らない聞いたこともないような添付書類の名称を書いてくるわけです。例えば何とかっていう添付書類が必要なのにその必要じゃない添付書類をでっち上げて作ってくる。そうすると皆さんの中にはそういう添付書類もいるかもしれないなんていうふうに誘導されてしまうわけですね。ところがこの場合の添付書類はこれと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 これですってしっかり頭から出てくるようであればそんなのいらないよねって気づけるわけですよね。ですからこのように本試験で求められるものっていうのは基礎知識ではあるんだけれども、それを単になんとなくインプットテキストを読んでればいいとか講義を聞いていればいいというのではなくて頭の中から出せるレベルでやっているかどうか。だから私が言うのは普段から本閉じて勉強しましょうと、インプットのテキスト、市販のテキスト、それをもう閉じて言えるレベルで勉強していく必要があるんだということになります。でもう一つはこの基礎知識っていうのはやっぱりテキストにも載ってるし過去問にも載ってます。だから普段からしっかり過去問をしっかりやっておく、あるいは過去問レベルの勉強はしっかりしておかなければいけない、まあ、本試験では、まあ、過去問以外からも出題されると言いますが、過去問から出ないわけではなくて過去問からもしっかり出題はされて、その過去問が分からなければ不正解、多くの受験生に差がつけられてしまうわけですね。だから過去問はやっぱり受験生の共有財産としてしっかりこなしておかなければいけないわけです。でこの過去問のこなし方なんですが、過去問ですね、また後でやりますけれども、まあ、過去問問題があって解説がありますよね。まず一つはその過去問丸暗記してしまうって方もいますが、その過去問を解くときにキーワードに着目して頭に入れるってことが大事です。その問題を解くときにどれがキーワードなんだ、で例えばその過去問と全く
テニオ派まで一緒の問題というのは時々出ます。手続き法のマイナー科目なんかで時々出ますけれども、やっぱり同じ判例でも内容をいじってくる。特に最近では問題が長文化してますから、これ午前も午後も長文化してるんです。で、私携帯証書士って本書いてますけれども、その携帯証書士の右側に問題を入れてるんですね。でそうすると新しい問題と古い問題で同じことを聞いてる問題があって、大体長文化してるんですよ。だからまあスペースが狭くて困ってるっていう問題を個人的に抱えてるんですけれども、どうしても新しい問題ってなぜか同じことを聞いてるのにすごく丁寧に作り込んでいて長くなってるんですね。ですからそういうことによって、長くなってる。テニオ派だけではなく文章を変えてくるんですね。少し就職後と非就職後のあたりの入れ替えをしてきたり。だから丸暗記っていうよりは内容をキーワードでちゃんと理解しておかなければいけないんですね。この要件とこの要件とこの要件があるからできるんですよと。だからその形を変えて分かるようにするためにやっぱりこのキーワードでしっかり過去問を押さえていく必要があるんだということになります。過去問の問題文をそのまま押さえるわけではなくて、同じ内容が聞かれたときに再現できるかどうかなんですよ。で、その文章をそのまま頭に入れていくことはできませんので、要件、効果などのキーワードをしっかり頭に入れていって出せるようにしていくということになります。では次、本試験で求められるのは括弧2番応用論点の知識ですね。で、これもですね、基礎と応用って言い方をして、私も今基礎と応用って簡単に言っちゃってますが、じゃあ基礎と応用って何かっていうのは人によって言い方が違うんですね。ですから、基礎だけやってれば受からないですよっていう方もいるし、基礎だけ繰り返してればいいんですよって方もいますが、それは予報の講師が嘘をついてるかつそうじゃないわけですよ。基礎の捉え方が違うわけですね。もう基礎っていうのがもう入門的な本に載ってる、もう一番簡単なことだけであればもちろん受からないですが、ここでいう基礎っていうのはもう過去問レベルのことですね。ですから、その基礎知識をやった上で応用論点で、この応用論点というのが、過去問には出てないような密室の知識というふうに思っていただければいいですが、これももちろん出題されます。だからこれも箇所分時間との兼ね合いでしっかりやっておく必要があります。特にこれからもう2年目3年目それ以上って形でこの中上級の勉強をするときには、もう今年確実に来年確実に合格するということをしなければいけないわけですね。だからなるべく排除しなければいけないのは運の要素です。でもちろん最後まで試験である以上運っていうのは伴うわけですよ。だからそれはもう確実に運を確実に 100% 受かるって状態にすることはできませんが、その運の要素っていうのを極力減らしていくってことは必要なわけです。例えば山当てに頼りますっていうのはもう運だけですよ。だって山当てが外れたら終わりだし、山当てで出ますって言ったこと以外だって出るわけですから。だからなるべく広い範囲を勉強していくっていうのは運の要素を低くする、運に頼らずに合格できるって確実に合格できることに近づけることなんですが、この応用論点もそうですね。応用論点っていうのは、例えば選択肢5つあって、基礎だけで過去問レベルのことだけで選択肢が絞り切れるってことも結構あります。でそうすると2択残ると。でそうするとその2択の難しい判断、そこまでしっかりやろうというのが応用論点だというふうに思っていただければと思いますね。基本的には過去問レベル、基本のテキストレベルでもうどの問題も大体解けます。でも今年の午後の分の不動産登記なんかではもう本当にこのそういう基礎レベルの問題で選択肢絞ってても2つ残っちゃった問題が結構あるんですね。だから午後の部で難しかった、もう基準点がですね、列基準でいうと多分21とか22問になりますが、そこでなぜそんな低くなってしまったのかっていうと、やはりその予備校でこれが基礎ですよという部分だけでは2択に残ってしまった問題が今年の午後はあったわけです。で、それもできる限りやっぱりやっていこうというのが確実に合格するためのポイントということになっていきます。やっぱり本試験確実に受かろうと思ったら択一で逃げ切らないとダメなんですよ。で、記述ってどんな問題が出るかわからないし、いくら得意にしたところでやっぱり人よりぶっちぎって点数取るってなかなか不可能なんですね。で、もともとほら配点が低いし210点対70点ですから、じゃあそのどちらでその例えば全てが基準点取ったとしましょう。そこからやっぱり上乗せが20点以上いるわけですよね。そうするとじゃあどこで上乗せするかっつったら、70点しか配点がないところでじゃあ35点が基準点ですって時にそこから20点取れるかっつったらなかなか難しいわけですよ。結構上位で受かる方も記述に関しては、そんなに点数取れてません。そんなに点数取れてないけど記述では上位なんです。言ってること分かります？すごい
点数がすごい順位が上の方でもそんなに上乗せしてるかって言ったら期日では上乗せできてないわけです。だから択一であれば1問3点ですから、数問取れば基準点より上乗せいくんですよ。だからやっぱり択一で逃げ切って期日では基準点はクリアするということが合格のために、確実合格のために必要なわけです。ということでなるべく択一に関してはいや難しい問題が出たから基準点ギリギリですって状態ではなくて、もうきちんと基準点をさらに上乗せしていくというのを択一で取っていくべきだ、狙っていくべきだってことになるわけです。まあ、だから後で話をしますが、まあ、どうやってその応用論点を身につけるかって話になります。そうするとやっぱり過去問だけではなくテキスト、しっかりしたテキストを使って、しっかりしたテキストを使って新しい判例とかミスの判例とかをしっかり拾っていく。例えば、私の書いた本でいうと V マジックなんかはそういうふうな新しめの判例だとかミスの判例なんかもしっかり書いてありますから、もうそういうものをしっかり拾っていく。あるいは、今からお話をするのが答練の話なんですが、答練なんかでもそういう問題も積極的に出していきます。皆さんが合格するために必要なことは全て提供していくつもりでいますから、これから秋の答練、それから年明けの答練なんか含めてそのような出題もしっかりしていきます。段階踏んでですね。だからまず秋のところではこの基礎知識、それから1月以降は応用論点なんて形でしっかり出していきますので、そういうところでしっかり拾っていく、そういうことがやっぱり必要になります。ただそこに箇所分時間との兼ね合いと書いてありますが、例えばもう勉強時間が仕事で全然ないって方がこの応用論点ばっかり拾ってきます、今から密室の問題ばっかり拾ってきますってやっちゃうと、やっぱり基礎がおろそかになってしまうわけですよ。そうするとドーナツ化現象ってことが起こります。基礎だって全然触れないとやっぱり忘れるんです。だからそこバランスが必要なんですね。だから箇所分時間との兼ね合いっていうのは逃げ工場ではなくて、やっぱり基礎論点はしっかり身につけないといけないし、その人によって例えばどのぐらいの時間があるか、自分は余裕がありますし、もう確実に受かりたいんですって方はやっぱり時間の許す限り応用論点だって身につけていくべきですよね、逃げ切りのために。ただそうじゃない方は、ある程度応用論点は重要なものから中心にやっていきますが、基礎論点は絶対落としてはいけない、こういう状態の方もいると思います。で、それでも受かるんですよ。だって 3つぐらいの選択肢はそれでいけるし、それで回答が出せる問題がほとんどですからね。でも最後の1点2点争った時に、じゃあ応用論点取ってるから勝ちましたよって場合があり得るわけですよ。だからそこをどんだけ拾っていくか、箇所分時間の範囲内でしっかり身につけていきましょうって話をしているわけです。でそのバランスについて、この答練なんかでは取れるようにしていこうって話なんです。ではカッコ3番です。解放テクニックと書いてありますが、じゃあ知識をつけただけで合格できるのか、こういうことになりますが、そうではありません。例えば知識があったって、それが当日出せなければ意味がないわけですね。知識があっても得点できなければ意味がない。例えば知識が出せないってどういうことかというと、一番簡単なのは時間がなかった、あるいはケアレスミスをした、あるいは今年の午後の部で添付書類は何ですかって聞いてくれればいいのに図表にしてるから頭が混乱したとか、こういうふうに知識があっても出せないということがあります。でそのためにはどうすればいいかというと、やっぱりこのテクニカル的な問題も多いし、司法書士の試験はもう何がやりたいか分かりませんが、本当に時間がないんですよ、午後の部で。向こうもせっかく期日問題張り切って作ってくれてるわけですから、ちゃんと受験生にもうちょっと時間余裕を持って解かしてほしいなんていうふうに思うんですけれども、時間がない。だって誰がどう考えたって全ての選択肢読んでたら時間足りないんですよ。でそういう時間設計の出題をすること自体が少しナンセンス的なところはあるわけですが、でも皆さんが司法書士に絶対なるんだって気持ちの中で、目の前にそういう試験があったならば文句言ってても始まらないわけですね。それをしっかり取れるようにしていかないといけない。だからもう例えばもう時間ない中でどういうふうにどんどん進んでいくのかみたいなテクニック、あるいは変な問題が出てきた時にどういうふうに解くのかっていうテクニック、それはやっぱり身につけていかなければいけないわけです。でその下に書いてありますが、例えば時間内に解き終わるかとか、でどの選択肢から読むかなんてことも、これ、例えば私が たまに話をすると、そんな細かいことはどうでもいいみたいなことも言われたことがありますが、本当にどうでもいいことじゃないんですよ。合格者の方っていうのは本当に細部まで気をつけてやってますから、例えばインプットテキストをやるだけではなくて、どうやって力を出し切るかなんてことをしっかりこうやって検討していかないといけないわけです。でそれを今から答練でやっていきましょうって話をしようとしているわけですが、
ただそれ以外のところでも合格者はどんな服を着ていくのかとか、どんなボールペンを使うのかとか、そういうふうなところまで本当に細部まで気をつけてやってるわけですね。で、まあ、ここで言うとどの選択肢から読むかってことではあるんですが、で例えば選択肢午後の部5つある中で5つ全部読んでいたら、検討していたら時間絶対なくなります。だからとにかく解ける選択肢から解いていくってことが必要ですね。例えば A から解いていく必要なんてないんですよ。皆さん難しい問題で私が出題者だったら絶対A に難しいの置きます。読んでほしいから。もっと言いましょうか、1,2,3,4,5 っていう単純正誤問題ありますよね。これ1番に正解があったらみんな1番×ってつけて次行っちゃうじゃないですか。だから私が作るならば4番ぐらいに正解を置きます。そうすると4番まで読んでくれるじゃないですか。で実際に過去10年間私はその単純正誤問題どれが正解になるかを調べたら 1,2,3 ほとんど確か1問ぐらいしか正解になったのもないんですよ。4番と5番に集中してました。特に4番ですね、まあ、3番も少しあったかな。ですからそれ解放テクニックの本に実際の数字書いてありますけれども、まあ、そんな感じですよ。ですからもう下の方にやっぱり正解を置きます。だから A から読む必要は全くないですね。実際によく組み合わせ問題でも1番が正解少ない、4番とか2番が多いですよみたいな話を直前期なんかによく聞いたりしますが、それ1番に正解ないというのはやっぱり A が正解少ないからですよ。 A が正解に絡むことが、だから×を選べで A が×になることは少ないわけです、まあ、だから A から読む必要はないわけですが、でじゃあ何から読むかというと、やっぱり A から O までの選択肢を広くちょっと見てみるわけです。で日本語っていうのは漢字とひらがなから成り立ってますから、漢字の軸語っていうのがやっぱり目に入りますよね。そうするとその漢字を見て、あこれ知ってる、さっきのキーワードが目に入るわけです。そうするとこれ明らかに知ってる選択肢だ、明らかに過去問と一緒だっていうものがあるわけです。あるいは教科書なんかの問題でもたまにあるんですが、4行ぐらいの選択肢の中に絵の選択肢が1行なんですよ。もちろん私絶対それから読みます。他の選択肢面倒だし、長い選択肢っていうのは難しい論点を含んでるから長いわけですよね。ということで、まあ、過去問選択肢を眺めていただいて、もう知ってる知識がキーワードから分かるわけです、まあ、そのためにも過去問なんかをキーワード主義で勉強する必要があるんですが、選択肢を選んで読んでいく。で例えば絵が簡単そうで絵が丸がつきましたと言ったならば、正しいものを選べで絵が正しいと分かったら、もう絵を含んでる組み合わせを探すわけです。そしたら例えばう、え、え、おであれば、うとおのどちらかを検討すれば回答が出せるわけですね。で、うとおをなんとなく見ていただいて、おのが短いぞとか、おは分かりそうだぞと、逆にうはなんかもう絶対触れたくない知識ってあるじゃないですか。そういうのが含まれてるとか。で、そういうのであればおを見ていただいて、これでも回答を出せばいいわけです。で、これによって正解率も上がるわけです。だって知ってる選択肢で解いていますから。でわざわざ A から順番に読んでいって密室の知識とかを使って解く必要ないわけですよ。まずは過去問レベル、基本レベル、短い選択肢から判断していくということになりますね。でこれで正解が出せたら残りの選択肢を判断しないで次に行っちゃうべきなんです。だって今絵とおが丸で5番って正解が出せたとしましょう。そしたらもう正解なんですよ。もうだって確実に分かる選択肢で解いたし、でこのどういう選択肢が確実かっていうのもやっぱりこれから当連なんかで身につけてほしいんですが、例えば曖昧な選択肢で丸がついたっていうのはやっぱりそれは曖昧だから回答出せてないわけです。これ確実に丸、確実に丸って分かって5番正解って出したら次の問題に行くべきだってことなんですね。その程度について、あこれぐらいだともうちょっと検討した方がいいかなっていうのをこれから練習してほしいんですが、でこれで確実に正解出せますってなったらあと「い」と「う」は読まないことです。でこれ「あ」が×、「い」が×、「う」が×のはずですよ。「え」と「お」が丸であれば。じゃあそれ読んだところで点数上がるかったら上がらないわけです。だってもう「え」と「お」で正解が5番って出せました、2つの選択肢で。でこれで次に行かないと時間がない、均一に時間残せない、で商業登記での択一で焦ることになるの分かってるわけですね。でも人間って検討したくなるわけです。「あ」が×やっぱり、「い」が×やっぱり、うが×やっぱり、ほら5番だ。この時間無駄ですよね。一点も上がってないわけです。しかもせっかく絵と王の2択で正解が出したのに、
それより多い3つの選択肢を検討しているわけですよ。倍時間かかってるわけです。倍以上ですよね。で、時間かかっちゃってる。だからその時間をまだ見ぬ問題を解けば、同じ時間でもう1問解けるわけです。で、期日に時間回せるわけです。まあ、こういう形で問題を解くテクニックなんかもやっぱり実際に身につけていかないといけないわけです。あとはケアレスミス対策ですよね。このケアレスミス対策なんかについても、誤っているものを選べなのに正しいものを選んじゃったとか、正しいものを選べなのに誤っているものを選んじゃったとか、そういう基礎的なところも含めて、やっぱりどういうふうに、ケアレスミスを対策していくのかってことも、これは逃げてちゃいけないわけですね。よく受験生の方だとか話を聞くと、いや、ケアレスミスでしたみたいな、本当はあと3点上がってましたっていうわけです。上がってないじゃないですか。だからケアレスミスなんていうのは絶対やっちゃいけないし、せっかくある知識を出せるようにしておかなければいけないわけですよ。だから誤っているもの、間違っているもの、私は大きく上に丸つけておいて、丸を選ぶんだよ、×を選ぶんだよって分かるようにしておきます。それは一番単純なテクニックですよ。あとはよく言うのが、読み間違いを防ぐために、例えば文末なんかのできるできないなんかには下線を引きながら読みましょうなんて話をしたり、あとはよく私が昔間違えたのが、関西薬設置会社、関西薬会設置会社ですね。これ難しいんですよね。関西薬会設置会社、これまあ長い言葉ですよね。ですからただ読んでると、関西薬設置会社か関西薬会設置会社か、時々読み間違えるわけです。単語の塊として、さっきこう大きな単語が目につきますが、関西薬設置会社、関西薬会設置会社って、お長い言葉だから、長さではなかなか認識できないし、それから会っていう言葉が入ってるかどうかですから、パッと見わからないわけですね。で、この機関設計を誤ってしまうと、もちろん誤った答えが出ちゃうわけです。関西薬会があるかないか違うわけですからね。そうすると当然結論が違うわけですよ。だから私はこのどっちかの言葉が出てきたというのは塊からわかりますから、これを見かけたら波線引き出します。で、会があれば会に丸つけて、こうやって波線引いておきます。そうすると読み間違いは一切なくなりました。こういう形でケアレスミスをしたのであれば、ケアレスミスをどうしてしたのかを分析してもらって、それをきちんと対策していくってことが必要になるわけです。ということで、とにかくですね、このような解放テクニックなんかも身につけていかなければいけないよということになりました。だから、まあ、俗に言えばインプットだけじゃなくてアウトプットもやりましょうってことなんですよ。あとは記述問題を解くための力についてはまたちょっと、3ページの方でお話をしていきますが、で、あとは過去、改正最新情報なんかも今本試験で要求されます。今本試験で要求されるものから話が膨らんでますが、まあ、基礎知識、応用論点も出るよ、で、解放テクニックなんかも当日出せなければいけないよ、それから改正最新情報なんかもしっかり出ていきますから、これも対策を立てていかなければいけないよってお話です。で、今年の問題でいうと、令和元年の会社法改正は出ませんでしたが、債権法改正、それから、相続法の改正、それから平成26年会社法改正、これがよく出題されてます。で、会社法とか商業登記法に関しては、ちょこちょこした改正なんかもありましたけれども、そういうのもしっかり出てきてます、どんどん。だから来年の試験を目指すためには、やっぱり改正対策というのは手を抜けないということが分かります。特に会社法なんかの改正の場合には、今年出なかったじゃないかと皆さん思うかもしれませんけれども、1年置くことが多いです。だから予備校も今年出ますよっつって一生懸命こう改正対策講座をやりましたけれども、まあ出なかったというのはあります。でも来年は出ます、出るはずです。1年遅れとか、そういう形でどんどん出てくるんですよ、時間差で。だから、もちろん蓋を開けてみないと分かりませんけれども、令和元年改正は出る可能性が高いですから、しっかりそれはやっていかないといけないということになります。このように、改正対策に関してはもうしっかり出ますからね。ただ改正法が出るっていうのはそんな難しい話ではありません。やってればいいわけですから、皆さんは改正法をきちんとアンテナを立てる必要があります。例えば独学の方が難しいのは、テキストっていうのは皆さんの手元にある状態ではアップデートされないわけです。なんかスマホとかであれば、何がアップデートされたのか分かりませんけれども、なんかいつもアップデートをしてますよ。パソコンなんかでも
なんかウィンドウを構成してますけど、なんか待たなきゃいけないわけです。でも皆さんのテキストが、あ、なんか今日アップデートされてるってことはないわけですよね。だから独学なんかで勉強してるとそこ難しいわけです。もちろん私も本書いてますから、それをですねアップデートできるように、もちろん書いてはしていきますし、そうじゃなくてもブログとかツイッターなんかでちょっとこう変わりましたから注意してくださいって発信しているのは、もちろんそういう方のためにこうやってるわけですけれども、ただ予備校なんかを使っていれば改正されましたよなんて情報は出ていくし、そのためにこう予備校を使っていただくっていうのも一つあるわけですね。最新情報なんかも提供していきます。最新の傾向なんかも分析しているたびに出していきます。でもちろん、まあ、東連なんかでも新しいまだ未知の改正対策の問題も出していきますし、で今度、成人の改正も、成人年齢の改正もありますが、もちろんそんなのも東連で出していきます。であとは最新情報っていうふうに書いてありますけれども、で最新情報というのは別に改正ではないですが、新しめの判例ってやっぱりどんどん出ています。平成20年代の、民法の判例結構出てますよね。あの知恵危険の新しい判例だとか、それから平成28年29年の判例だとか、あの預貯金の判例なんかもそうですね、どんどん出ていきます。だからそういう対策なんかもしっかりしていかないといけないということになります。だからこの改正対策、それから最新情報というのは、まあ本試験の過去問やっていても古いテキストをやっていてもなかなか身につかないところになります。だからこういうのは予備校で新しい情報を仕入れていくということが必要になるかなというふうに思いますね。ということでここまで本試験で要求されるものについてお話をしました。で3ページの方を見てください。今日の本題ですが、東連ってどんな意味があるのかって話ですね。でインプットではなくて秋からアウトプットをやるということにどんな意味があるんだろうか、まあ、秋からだけではないです、年明け、それから直前期、まあ、いろんな東連がありますが、まあ、予備校で東連と呼ばれているもの、時間を計って問題解いて回答を出して解説を聞く、一体それが何の役に立つのかということなんですね。まず括弧1、自分の弱点を埋めることができる。で特にこの秋から東連やるってことの一つの大きな意味は、初めから弱点補強の勉強ができるってことなんです。だって問題を解くことによって問題が解けませんでした、それ弱点ですよ。覚えてなかったか、回答力がなかったか、ケアレスミスをしたか、そこを穴を見つけて埋めていくことができるんですね。で何かですね、もうどこを勉強していいか分かんない状態で闇雲に勉強しているよりは、穴を見つけて埋めていく、穴を見つけて埋めていく、これが一番早いわけです。1年目の勉強であれば全部知らないわけですから、インプット講座を受けて、レックであれば15ヶ月合格講座なんか受けて、こうですよこうですよって全部覚えていかなきゃいけないですが、中上級者の方っていうのはもう基礎ができている、あるいはもう知ってるところあるわけです。だからそこを例えばインプット講座で、これはこうですよって言われたって、それはもう知ってるよっていうところが、例えば90分のうち80分あれば、それって10分しか役立ってないわけですよ。だからそれはもうインプット講座も選ぶならばちゃんとレベル設定して選んでいかなければいけないわけですね。よく、まあ、なんとか先生がいいから講座選びますみたいに言われたりしますけれども、まあ、一番大事なのはもちろん講師の相性ってありますが、やっぱりレベルですよ。知ってることばっかり、簡単なことばっかり説明してて意味があるかったらないわけです。時間の無駄ですよ、それは。ですからこの東連の場合には問題解いて、間違ったことは絶対穴ですから、そこを補強していこうって勉強が早い段階からできるわけですね。で間違ったってことは絶対どっか穴があるわけだから、知らなかったか、知っていたけど頭から出せなかったか、ケアレスミスをしたか、テクニックがなかったか、時間配分間違えたか、でそれを埋めていくって勉強ができます。それから過去2番、解放テクニックを身につけることができる。これですね、やっぱり本試験で要求されるインプットとアウトプットって絶対バランスが必要です。入れていくだけでは出せる練習できないし、何もなければ出せないし、だからこの東連を使うことによって、ただインプットの講座を聞くだけではなくてアウトプット中心にやりますから、問題解くんです。やっぱり問題解くって一番いいですよね。さっき言ったように過去問知識のことが出たって、形を変えて出された時にキーワードちゃんと押さえてないと間違えちゃう。そうするとこの東連っていうのは過去問レベルの問題も形変えて出してますから、しっかり練習ができるんです。あ、過去問と同じなのに間違えたとか、あ、過去問の知識キーワードが一緒だけど文章違う、でもそれで練習になるわけですよ。
だからこのように解放テクニックを身につけることができるということになりますね。でそれから括弧3番、基礎応用改正論点をバランスよく出題されているというメリットがあります。さっき言ったように応用論点も抑えておかなければいけませんが、応用論点ばっかり抑えてしまうとドーナツ権現象が起こる。だからきちんと答練の中には基礎問題出しているわけです。ここ思い出してください。でそういう問題は復習は少なくて済むわけですよ。試験当日に思い出せるから、あ、そうだったそうだった、で間違えた問題中心に復習すればいいということによって基礎の復習も短時間でできるし、応用論点もしっかり出題される、あとは解放テクニックも身につける、それから新作問題だから新しめな判例改正論点も出題されるというふうな、まさにこうバランスよく勉強することができるんですね。まあ、過去問を丸暗記しちゃったから過去問これ丸×なんていうふうにもう意味がない勉強になっちゃうわけですね。それを形変えて出題されることによって過去問の復習にもなるよということになります。あとはまあレックでは期日の答練なんかもあります。期日問題であれば新しい問題解くっていうのがやっぱり一番大事ですからね。そのどのひな型を使うかっていうところをやっぱり自分で導けるようにしなければいけませんから、知ってる問題をやることも大事だけれども、新しい問題に定期的にチャレンジするというのが期日問題の、当日点数を取るためには必要なことになります。でそのためにはやっぱり新しい問題っていうのは、まあ、なかなかですね、世の中にはないわけですよ。ですからこの予備校が新しい問題を作っているので、それを入手して問題を解く。で特に時間を計って解くためにはこの答練が一番いいので、この新作問題なんかも期日問題では手に入る、まだ見たことない問題を集めることができるわけです。こういうメリットもあります。さあこういうふうなことで答練というのは実はですね、予備校の講座なんかではインプット講座がメインで売り出されますが、答練というのは実はこういうメリットがあるので、もう実は近道というふうに言ってもいいんです。インプット講座の方が予備校楽ですからね。だからインプット売るんですよ。答練大変なんですよ。一文字も全部作んなきゃいけないから結構お金かかるんです。でそれをこうやって解くことができますから、これは非常にメリットがあるかなというふうに思います。で次ですね、星野さん、答練の受け方です。じゃあこのような答練って、これから秋から始まりますが、どのように受けるのかということになります。で括弧1、今やるべきことのところからお話をしましょう。で、このどの予備校の答練もそうだと思いますが、レックの答練も10月の半ばぐらいから始まります。じゃあそれまで休んでていいのか、何かやるべきなのかということになりますが、休むなら休むでいいですけれども、ただやるべきことはあります。それはどういうことかっていうと、だってほら直前期って絶対忙しくなるじゃないですか。で忙しくなるんだったら今やった方がいいわけですよ。で特に合格するかわからない、例えば確実に合格してるって方は今多分休むしかできないです。だってやる気出ないし、もう多分 99% 受かってるなっていうふうに思ってたら勉強なんかできないですよね。だからそういう方に関してはもう多分ですね、今やりなさいったって無理なの で私は個別相談なんか来た時には、行政書士の勉強したらどうですかとか、例えば商業登記ハンドブックの新しいのが出たからそれちょっと興味本位で読んだらどうですかとか、何を言いたいかというと、勉強癖はなくしてほしくないからちょっと形を変えて提供します。合格レベルの方でも受かってるかどうかわからないって方は、じゃあそういう勉強でいいのかっていうと、なかなかそうはいかないと思います。だって今大変かもしれないし、気持ちを維持するのは大変かもしれないけど、来年受かることが至上命題ですからね。1年伸びるぐらいであればもう絶対受かった方がいいし、そのために今やっぱり頑張ればいいんですよ。だからやっぱりですね、今やるべきことは勉強になります。特にこういうことを言うと、先生ボーダーラインで受かってるかどうか分からずに受かる可能性もあるんですよ、受かってたらどうするんですかって文句言うかもしれませんが、受かってた後に先生勉強しちゃったんですけどっていう人はまずいませんからね。それは大丈夫です。口実にも役立ちますから。で逆に、万が一受かってなかった時に勉強してたらそんだけ進めるわけですよ。逆に先生受かると思ってたら落ちました、勉強しませんでした、これはもう後悔しかないですから。だからやっぱりボーダーラインの方っていうのはなるべく早く勉強を始める、この時期から勉強を始めるっていうのは必要なことかなと思います。ただそうは言っても
直前期のようにもう丸暗記をしていくとかそういう勉強から始める時期ではありません。まずはゆっくりした勉強です。じゃあそこで何をするのかというと丸には自己分析ですね。そこから始めてください。でよく、まあ、レックもそうですし検証会というのをやります。この検証会って何のためにやるんですか。検証会というのは皆さんに検証してほしくてやるわけです。レックが本試験検証するだけではなくて皆さんの自己分析のためにやってるんですよ。こういう問題が出ました、これ過去問レベルでしたね、あ間違えたとか何が足んなかったんだろうってでいう形で、やる。だから今やるべきことはもう辛いですけれども本試験の問題を見直していただいて自分に何が足りなかったのかでそれを分析してもらう。でその足りないことをこれから勉強に生かしていく必要があるわけです。例えばアウトプットの力が足んなかった、時間配分もちゃんと検討しなかった、もっと問題解きたい、過去も覚えちゃったような問題解きたいって方はもう当連受けて勉強しないとダメですよ。それなのにいやまたインプットやりますとか言ったとアウトプットの力身につきませんからね。で逆もありますよ。まだ基礎知識が定着してないのにもう応用論点ばっかりやってもしょうがないわけです。だから何が足りなかったのかを分析してもらってその穴を埋めていくような勉強をしなければいけませんから、まずは自分に何が足りないか、その下に書いてありますが闇雲に始めても同じ結果になってしまうということになります。インプットが足りないのかアウトプットが足りないのか、もちろん知識がないっていうのであればもうレックが提供する中上級講座インプットの講座をしっかり受けて知識を身につけてください。でもそういうのは手元にある、頭にもある程度入ってる、自分で勉強できる、アウトプットの力が足りないんですって方はもうしっかりそこを当連で身につけていかなければいけないよということになりますね。だからまずは自己分析で、自己分析をした後に丸3番基礎固め弱点補強です。でこれを10月の当連開始までにしっかりやってください。もう暗記を繰り返すとかそういうことを今から張り切ってやる必要はありません。それはもう辛いし直前期にやればいいことですから。で今しかできないことってのはやっぱりゆっくりした勉強です。例えば印鑑証明が苦手な方はそこを整理してみようとか、民法のテキストをゆっくり読んでみようとかで、知らないところをやろうとか、あとは理解できないところとかありますよね、まだ覚えてないところとか、そういうところを中心に今弱点からどんどん勉強していくと。もう科目の順番は関係ありません。教卓が苦手な方は教卓をゆっくり勉強する機会を設けるといいです。例えば教卓法が執行教卓が苦手ですって方はそこに時間割けてないってことが多いんですね。だってほらそういうマイナー科目なんかはもうなんか当連で出てきたからその問題を覚えようってだけでやってて、体系的な勉強とかやってないことが多いわけですよ。テキストを読むだとか、だからそういう勉強って今が一番いいです、苦手なところを中心に。だから10月まではその自己分析で苦手だったところ、あるいはやんなきゃいけないと思ってたけど目をつぶってたところってあるじゃないですか。なんか連帯債務わかんないけどなんか、見て見ぬふりをしたとか、そういうところはやっぱり今やってこの10月の当連に備えていくというところですね。でそういう勉強ができるのっていうのはやっぱり今しかないと思うんです。だから今やるべきことっていうのはそれなんですよね。で後でできないことだったら今やるしかないですから。でそういうふうな勉強をとりあえず10月までやってください。だから当連が10月から始まるっていうのはそれ遅くてデメリットってことじゃないんですよ。それまでにやんなきゃいけないことがあるからそれをしっかりやって備えてください、こういうことなんですね。でそうしたらいよいよ本格的な当連の勉強が始まります。そしたらもうやることは簡単、当連に合わせて勉強していく。で科目別の当連から始まりますから、その科目ごとの当連に合わせて勉強することによって年内に1週勉強ができます。もっと言うと2週できるんですね、予習と当日で。だからしっかりそこ当連に合わせて勉強していく。だから当連に合わせて勉強していくというのは当連受けるだけが勉強なのではなくて、当連に向けた1週間が皆さんのインプットの勉強になります。だからインプットとアウトプットのバランスが一番取れているのが実は当連に向けた勉強で、自分でインプットが5日ぐらいできるわけです。でそれの最後に当連がある、こんなイメージを持つようにしてください。じゃあ何をやるか、括弧2番当連に合わせてインプットテキストを確認し過去問解く。で例えば当連が向いている方っていうのはインプット自分でできるって方、例えば今年はそんなに改正が多くないので去年のテキストや市販のテキストなんかも使えると思います。それでインプットできますと、
いう方、こういう方はぜひ当連受けていただけるといいですね。で、これある意味メリットでもあるんです。だって今まで勉強したテキストが一番自分にもう身についてますから、それをやるのが早いんですよ。新しいテキストをもらって、どこに何が書いてあるかわからない状態から、じゃあこのテキストをやりますっていうよりは、今まで一生懸命やったテキストを今年も使います、で、そうやって勉強していく、で、それで予習するんです。そうすると新しいテキストで勉強するよりは1週間でその試験範囲の予習ができたりするわけですね。それが一番覚えやすいわけです。だって真剣に今まで覚えたテキストじゃないですか。それを使ってインプットの予習をするんですよ。で、さらに過去問レベル、過去問も仕上げなければいけませんから、過去問をその例えば民法の物件までが今日の範囲ですよって言われたら、その1週間でそこまで過去問も可処分時間範囲内で解く。で、もちろん、昭和50何年から遡ってやるっていうのは時間がないので、それはもう平成5年以降とか10年以降とか、まあ、科目によっても違うと思いますが、まあ、解いていくと。で、それによって、まあ、過去問も解いていく。で、過去問に関しては、まあ、いろんな過去問がありますが、私が、まあ、本にも過去問の解き方として勉強法の本なんかに書いているのが、解説は読まない、合ってた場合については解説は読まない。で、問題読んで解説読んで、問題読んでるより解説読んでる方の時間の方が長いって方多いんですよ。で、なんとかはなんとかできる、解説見るとほらできた、もう分かったならいいんですよ。分かってないところを埋めていくのが勉強なんだから。で、間違ったらどうして間違ったのかを解説読んで、テキストに戻ってテキストにチェックすると、そういうところをやっていけばいいわけですね。で、やっぱりインプットテキストを使っているというのであれば、そこで覚えてますから、いちいち解説の文章を読まなくたって、あそこに書いてあったこのあの知識だなって分かればいいわけで、問題文でキーワードが拾えればいいわけで、解説なんてそんなに重視する必要はないわけですね。で、それをその時間があれば、もう今日何回も同じような思想で話してますが、その時間があれば次に行くべきなんです。ただあれですよ、合ってたっていうのは分かって合ってたってこと。これ分かんないな、丸、お、丸、よかった、読まなくていいんだな、こうじゃないですからね。分かって、だってこれできるよね、これはやっぱりできる、こういう場合には読まなくていいってことですよ。よろしいでしょうか、いうことですね。で、いうことで、この予習をするっていうのがやっぱり当例のメリットだというふうに思います。で、どうしてかっていうと、よく予備校ではどんな講座もペースメーカーになりますよって話をすると思います。で、当例が一番のペースメーカーです。なぜかというと、当連目指して自分で勉強できるから。で、一番集中できる時ってどんな時ですか？試験に差し迫った時ですよ。例えばあの中学生とか見ててもそうですよね。あのどうせ後で焦るんだから早くから勉強すればいいのに、やんないわけですよ。で、3日ぐらい前になってからみんな徹夜して勉強するっていうわけです。初めからそれぐらい頑張ってれば絶対いい点数取れるのに、なんかみんな3日ぐらい前から徹夜始めるんですね。で、当連いいのは毎回直前期です。日曜日が試験ですから。ですから、もう1週間直前期のつもりで、次の1週間このテストで満点取ろうってつもりで勉強することなんです。ほら、集中できるんです。だからこの時期ってどうしてもまだ試験が遠いから、そんなに焦らないで、まあできるのはメリットでもあるんですが、やっぱり集中力ないんですよ。まだ先だからいいやみたいな感じで。で、受験生の方がどうしても勉強が進まないっていうのは、やっぱり試験が遠いからまだゆっくりゆっくり勉強して、結局何週もできませんでしたって方が多いんですね。当連に合わせることによって強制的に年内に一周できるどころか、毎週直前期のように過ごせるわけです。それ辛いよって方もいると思いますが、いや、受かるためにはしょうがないですよ。で、毎週やっぱり頑張っていただいて、予習していただいて、まあ、当連受けていくということですね。で、やっぱり、まあ、この試験、まあ、正直言うと、不合格の方多いですが、まあ、その方に共通している一番多いのはやっぱり勉強不足なんです。で、これはある意味しょうがない面があります。だってみんな忙しいから、仕事やってるし、育児やってるし、家事もやらなければいけない。で、そんなような状態で、あの、大変ですよ。仕事やってるだけだって大変なのに、そこに勉強入りますからね。で、やっぱり勉強時間が足りないから受かりませんって方多いんです。で、この試験ってやっぱりある程度勉強時間取らなければ受からないわけですよ。で、当連っていうのはある程度それが強制的にできるんですね。やっぱり1週間後に試験が迫ってますから、じゃあ昼休みつらいけど、
まとめ本読もうかなとか、電車の中でこれ覚えなきゃ今度の日曜日の討論に立ち打ちできないよねみたいな形で、ある程度やっぱり勉強時間の確保ってことにも役立つかなと思います。で、特にインプットができている方に関しては、さっき言ったようにインプットの講座を聞く時間なんかも防げますから、まあ、そういう意味においては討論なんかは非常にこう勉強時間の確保、それから集中力の確保という意味ではいいかなと思います。で、これで予習をしていきます。で、カッコさんは演習中で、日曜日、土曜日、あるいは金曜日、皆さんの討論の日程に合わせて演習することになります。で、通信なんかで受けている方も必ず毎週同じ日に演習日を設けてくださいね、通学生のつもりで。で、そうじゃなければ討論の意味は今言って半減してしまいます。予習ができたら解こうっていうとやっぱり伸び伸びになっちゃいます。だから必ず日曜日に聞くから、そこまでにインプットテキストを頭に入れて過去問解こうみたいな感じでやっていく必要があるわけです。で、演習中に関してはとにかくもう点数取れるように本試験のつもりでやっちゃってください。もうテクニックをしっかり実践する、それから思い出す練習をするみたいな感じですね。あ、言い忘れましたけれども、期日の討論を受ける方は予習のところではちゃんとひな型やってください。ひな型で、このひな型に関してはやっぱり書けてない人多いんですよ、本試験なんかで。で、やっぱり本試験難しかったとか枠がずれたみたいなことはよく聞きますけど、個別相談を受けているとひな型ちゃんと覚えてないから書けてないって方いっぱいいます。で、よく受験の中ではもうひな型覚えてるだけでは合格できませんって言い方がされて、そうか、ひな型覚えてるだけじゃダメなんだ。いや、ひな型覚えてるだけでは足りないってことは、ひな型覚えなきゃいけないって意味ですからね。だからしっかり予習の段階でひな型を覚えて試験に乗り込んでいっていただきたいというふうに思います。で、演習に関してはしっかり点数取れるように、で、レジュメの4ページの方に行ってください。括弧4番復習で、討論の後に復習になりますが、これ何日もやらないでくださいね。そうすると予習ができなくなるから。だから試験当日とその翌日ぐらい、これがまあ復習日だというふうに思っていただければいいです。だからさっき5日って言ったんです、予習5日やって、で残りの2日が演習プラス復習みたいな感じですね。で、まずは解説講義ですね。で、品質論点のですね、この秋の討論に関しては私が解説講義やりますけれども、単に問題の知識を解説するだけではなくて、さっき言ったテクニックの話だとか、で、それからその最新の情報なんかも補足していくなんてことになりますので、そのあたりぜひ聞いていただければ役立つかなと思います。それから基礎知識の確認、これテキストに戻ってくださいね。討論やりっぱなしではなくて、後で皆さんはテキストをやっぱり直前期は何回も見返す必要がありますので、間違った部分をテキストに戻って線引くだけでもやっぱり違うんですよ。だから必ず討論で終わりにしないで、間違ったところをテキストに戻って線を引くだとかメモするだとかしていく必要があります。そうすると、あ、ここに書いてあったこの知識はこう出たのねって分かったりしますからね。あとはテクニックの修正、修正って言葉使ってますけど、テクニックは最初からどん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 身につけてくださいね。例えばそうですね、どの順番から読むかとか、あるいは時間配分などか身につけていただいて、で、討論でやって失敗したら、じゃあ今度こっち先読もうかなとか、あ、こういうふうな思考が必要だなとか、あるいはここケアレスミスしてしまうからここ線引っ張りながら読もうかなとか、こんな形でテクニックを修正していく。で、これも秋から討論やることによって盤石、きちんと盤石なものになるわけです。やっぱり時間かかるんです。最後の模試で例えば相談に来て、先生ケアレスミスするんです、どうすればいいですかって言って、じゃあこういうふうにやりましょう、時間配分はこういうふうにやりましょうって言ったところで、練習があと1回なんですって言ったら、なかなかこれは難しいですよ。だから秋からやることによってどん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 修正をしていって、自分に一番ぴったりのテクニックがもう試験当日には身についている、こういう状態に持っていくことができるんですね。ということで、復習に関してはそういうところをしっかり見直してもらうということが必要になります。あとは期日の討論なんかでいうと、間違った箇所についてはどうして間違えたのか、もっと具体的に言うと、どの部分を見たら気づけたのか、どの部分を見たら気づけたのか、共有者全員持ち分全部移転、1件でやっちゃったけれども本当は2件に分けてやらなきゃいけなかった、 知ってたんだよね、
これ2件に分けなきゃいけないやつだ、ちくしょう、また同じミスしますよ。だからどこを見たら気づけたのか、あ、この人の持ち分だけに抵当権ついていた、これ見落としたんだな。じゃあ別紙1の登記記録を見た段階でこれ2回に分けて移転することに気づかなければ、後で売買契約書とかでは気づきにくいな、これ見た段階で気づくって解法を身につけよう、うん、でも後で売買契約書を見た時に忘れちゃうな、じゃあメモしとこう、2回に分けて2回っていう形でメモしとくとか、ああいう形ですよね。ですからこんな形で、まあ、期日の解放っていうのは、まあ、もちろん解放講座なんかもありますし、私もよくやったりしてますが、その解放っていうのはもちろん予備校で講座を聞くこともありますが、間違った時にどこを間違えてどういうふうなところを見たら気づけたのかっていうのを一回一回考えること、やっぱりこれって重要です。あの、人によって注意力とかどこに注意力が弱いかって違うんですよ。だからそれっていうのはもうこの全体向けの解放講義っていうのは基礎でしかなくて、その上で、あ、自分はここに気づけないよね、自分はここに気づけないよねって、やっぱり問題解きながら身につけること、だからよく場数が必要というか、あ、問題をたくさん解かなければいけないって、そういうことなんですね。だから解放はちゃんと身につけた、その座学で身につけた後に、まあ、全部座学ですけど、座学で身につけた後にしっかり問題演習やって、それを自分のものにしていく、で微調整していくと、でメモなんかも工夫していく、こういうふうに、まあ、やっていくといいかなと思います。であとは当連なんか期日問題に関して言うと、その解放っていうのはある程度なんていうのかな、定石みたいなものがありますから、こういうふうな今言った話もそうですよね、持ち分に抵当権があったら、まあ、大体定石とすれば及ぼ先行するとか、2回に分けて移転するとか、まあ、そういうことがありますから、まあ、そういうふうな形で、次の一手はこっちじゃないかっていうふうに、まあ、考えることができるわけです。で、将棋もそうですけれども、知らないものってやっぱり考えられないわけですよ、ゼロベースで考えなきゃいけないから。でも定石を知っていれば、あ、次の一手はこっちかこっちかなって分かるわけですね。だからもう知らないものってやっぱり難しいです。だからいろんな論点がありますが、その論点というものをどんどん知る、知っていれば解けますからね。知るっていうのは、そのひな形を知るっていうのは、まあ、当然そうですけど、その定石、こういう問題だとここに気をつけてこうやると、こういうのがありますから。で、まあ、支店が移転している場合には支配人注意とか、こういうのも定石ですよ。ですからそういうのを一つ一つ知ることによって、まあ、あの間違いが減っていく。やっぱり知らないものを解くっていうよりは、もう全部知っているものにしてしまえばいいので、その問題の定石っていうのをしっかり押さえていくんだ。そのためにはやっぱり問題解くことが必要なので、その当連期日なんかもしっかり当連で解いてもらうといいかなというふうに思います。で、4ページの下の方からは、まあ、私が今度担当するですね、必須論点択一線、まあ、あの今当連の話をしてきましたし、当連の意義、それから当連の使い方、当連の過ごし方、お話をしてきましたが、でもちろんレックの方でも当連やります。で、この必須論点択一線、秋から始まる当連に関しては、まあ、私がすべて監修して解説講義までやっていきます。ですからこちらの特徴について書いてありますので、当連で勉強したい、当連の受け方が分かったという方は、ぜひこちらの当連も使っていただければいいのかなと思います。もう大体中身については今お話ししたことが全部対応してます。ペースメーカーになるし、それからいい問題選んでますし、それから改正対策もやってます。それから当連、一般的な当連と違うところももちろんあって、5ページの頭のところでキートピック転校儀ってことで、あの私がですね、20分かける10回で当連とは関係なく、もういろんなお話をしていきます。1回目はテクニックの話です。で、そんなお話をしていって、応用論点だとか発展論点、解放テクニック、あるいは最新情報ですね、こんなものも当連とは別にお話をしていきますので、ぜひこちらもですね、これ20分の講義ですから、時間があるときに電車の中とかで軽く聞いていただければいいのかなと思います。で、軽くって言ったのは軽く聞けるようにしてます。どういうことかっていうと、もう全部あのテキストなしに、背景に、つまり例えばスマホで見る方はスマホの私の喋ってる後ろにテキストを画面に出していきますから、もうそれを見ながら気楽に聞いていただければいいようになってます。全部の知識を文字情報で画面に載せて、そこにお話をしてます。で、そんな形でこれもぜひ聞いていただければいいかなと思います。それからカッコ4番のところで YouTube でですね、オンライン質問会なんかもやっていきますので、この当連に関して質問が出てきたよって方も、通常の質問制度以外に、私の方が実際に皆さんと一緒にこう YouTube ライブの方で質問会というものをやっていきます。こちらもぜひ使っていただければいいかなと思います。ということで、今回はですね、当連を使った
学習法ということでお話をしてきました。この試験大変な試験ではありますが、やはり受かっていくということがやっぱり至上命題だし、そのために何をやるかということをぜひ考えていただければと思いますね。今は大変な時期ではありますが、もう受かってしまえば司法書士として活躍することができますし、もう絶対受かってほしいんです。で、特にその次の年からはこの民法の改正、これがまた入ってきます。で、その後は相続登記の義務化だとか、もう物件だとか、それから不動産登記なんかについても大きな改正がやってきます。で、新しい制度もできます。不動産登記に相続の関係ので、そういうのができる前にぜひ受かってほしいんです。で、この、改正というのは受験生にとってはなかなか大変ではありますが、合格後はビジネスチャンスなんですよ。で、会社法の平成18年の改正もそうでしたし、債権法の改正もそうでしたけれども、やっぱりそこで新しく知識をちゃんと仕入れて、うちは改正に対応してますって事務所を作ると本当に信頼が得られます。で、業界の勢力図なんかも変わっていくわけですよ。私の受講生なんかでもういち早く改正対応して、司法書士の中でも委員会かなんかやって、で、それでですね、本なんかも出して、で、それでもうなんか一人者みたいな顔してやってるわけですよ。で、そんな形になります。もうどんどん出し抜くことができますからね。ですから、ぜひ受験生ではなく受かってからその大改正を迎えていただければというふうに思います。それでは、私の方から1時間お話をしました。で、水道橋に、お越しの方はこの後私もですね、おりますので、ぜひ相談をしていただければいいかなと思います。で、YouTube、それから YouTube のライブですね、全国の各本校で、お聞きいただいている方も多いと思いますが、お付き合いいただきありがとうございました。ぜひ来年の合格のために生かしていただければと思います。では、お疲れ様でした。